プリント回った後ろ大丈夫たりと。OK。じゃあ今配ったプリントな。これ冬休みの心得って言って、まあ夏休みの前とかにも配ったと思うけど、ここにあの冬休み中の過ごし方とか、決まり事とかいろいろ書いてあるから、これちゃんと読んで、で、親御さんにも読んでもらって、で、1月にまたみんなでここで笑顔で集まれるようにしましょう。はい。じゃあちょっとだけみんなで読んでいこうか。えー、まず、冬休み中は規則正しい生活を心がけましょうと。 ああまあ、これはいつでもそうやけどな。早寝早起きとか、まあバランスのいい食事とか、うん、心がけてくださいということですね。でまあ、冬休みやからな。明日も学校休みや、やったじゃあ夜遅くまでゲームしよう。漫画用もう。うこれやめような。うん。もう学校あるないに関わらず、夜はもう8時までに寝て、朝は5時に起きる。これも徹底してください、皆さん。みんなもう育ち盛りやから。うん、お願いします。で次、冬休みの宿題は計画的に進めましょう。そうやな。 うん、冬休みの宿題な。多くてやりたくないな、めんどくさいなって思っとるかもしれんけど、みんな。うん。まあ、その、後回しにしとったらな、苦労するの自分らやからな。だからもうちゃんと、毎日取り組んでくださいね。あと、そう、特にな、あの、六方全書の読書感想文、出とると思うけど。あ、知らんあ、出とんのよ、出とんのよ。あの、六方全書読んで読書感想文書きましょうという宿題、出とるから、これちょっと時間かかると思うから、もうすぐに取り組んだ方がいいかなと。うん。なんならもう、 明日からも取り組んでも、うん、やり始めてもいいかなって先生は思っとるんやけど、うん、まあそれはおのおので決めてもらってね。はい、お願いしますと。で、あとくれぐれも、そのお母さんにやってもらうとか、兄弟にやってもらうとか、これ絶対やめてな。先生もうすぐにわかるから。もう君らの文章じゃないなっていうのを読んだら一瞬でわかるから。もうそうなったらもう点になるからな、宿題の点数。うん。これ絶対にやめてください。はい。あとな、これもやめて。初日に全部終わらして、残りの 期間全部遊び放けるみたいな。これも情けないからやめよう、絶対。うん、ちゃんと毎日コツ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 着実に、うん、取り組んでください、宿題には。はい。ということで、次ですね。えー、出かけるときは、家の人に誰と、どこで、何をするかを必ず伝え、危険な場所に行ったり、危険な遊びはやらないようにする。また、帰りは暗くなる前に家に帰るようにする。そうやな。これな、まず遊びに行ったりするとき、 必ず家の人に誰とどこで何をするか。うん。この三つ絶対伝えといて。うん。もしな、君らが帰ってこんかった時探せへんから、これ、この三つ絶対伝えるようにしてください。はい。で、あと危険な場所、遊び。これもダメです。はい。子供たちだけで海とか山とか行かないでください。うん。必ず大人の人と一緒にね、行ってくださいね。大人の人が一緒におれば全然、な、行ってもらっていいから好きなだけ。はい。 あとな、この学校の裏にある山、あそこ日本狼の生き残りが住んどるから、あそこ絶対近づかんといて。うん。近づくのすらやめて。入るのはもちろん。近づかんといてな。あれ、絶対。お願いします。はい。であと、危険な遊びについては、まあ、この後また説明します。で、帰りは暗くなる前に帰る。これも大事やな。うん。暗くなったら視界が悪くなって交通事故のな、とか起きやすくなるし、あと、事件とかも起きやすいから、絶対日が暮れる前に帰ってください。 あと、校区内におったらな、夕方の5時に天国と地獄が流れるから、あ、そうそう、こういうやつね、こういうやつ。そう、この天国と地獄聞いたら、もうまっすぐ家に帰ってください。あ、でもなー、今ー、暗くなるの早いからな。うー,ーん、そやな。もう、なんとかしてください。うん。もうそっちでもうなんとかして。暗くなる前にもう帰れるようにもう工夫して、そっちで。はい、で、次、火遊び、爆竹、エアガン。 レーザーポインターなどの危険を伴う遊びは絶対にしないと。うん、これ絶対やめて。うん。もう危険を伴う遊びな、これ、なんかあってからじゃもう手遅れになるから。うん。いや今まで通り笑っていたいならな、これ絶対にやらんといてください。はい。で、もしな、みんながこういう遊びをしとった場合、情報がもうすぐに入ってきます、先生のとこに。うん。で、万が一、そういう情報が入ってきた場合、その場合は、その日以降、 毎日朝爆竹で起きてもらうことになります。はでも、先生がその情報入ってきます。あ,あもうこの子やっとるんやなって思います。そしたらもう毎日その子の家に、あのー、毎週7日分の爆竹を送るから、うん、それでお母さんにやってもらうから、毎朝。だからもうその爆竹で朝起きたくないって言うんやったらもうそういう遊びは一切やめてください。はい。 あとな、この中でな、比較的入手しやすいであろうエアガンな。これももう危ないからもう使わんといてな。うん。特にあの、屋台、祭りの屋台とかでもらえる中国製のエアガン。あれ絶対に使わんといて。威力が高いから、ほんまに危ないからあれは。絶対にやめてください。でも、な、100歩譲って、東京マルイの10金のやつならもうええわ。うん。100歩譲ってよ。 もう、もし、もう、万が一、どうしても、使わなあかん状況なら、もう、東京丸いの10金のやつはもう許可します。最悪使うなら東京丸い。うん、最悪東京丸いにして、お願いします。10金のやつは10金のやつ。18金のやつはもう絶対にやめてよ、もうみんな。うん、わかっとると思うけど。絶対10金。東京丸いの10金、うん。もう、これがもうだから、最悪の、うん、ラインな、ここ。うん。お願いします。ということで。で、えっと、次。 えっと、知らない人の誘いには乗らない。声をかけられたり、お菓子や物をくれたりしても、知らない人には絶対についていかない。そう、これも大事。みんなな、まだまだ未熟な、可愛い可愛い,い子供やからな。うん。で、まあ、世間にはな、そういうな、可愛い可愛い,いみんなをな、狙う悪くて危険な大人たちがいっぱいおるから。先生もそうですけど、はい。そういう人たちはな、もうあらゆる手段を使って君たちを誘惑してきます。はい。で、絶対にそういう場合、耳を貸さないでくださいと。 うん。で、万が一力づくで相手が連れ去ろうとしてきたら、まあ、後で、な、一人一つずつ、先生がポケットマネーで買ったアメリケンサックを配るんで、まあ、それでま、なんとか対処してください。投げるなり、殴るなりして。はい。まあ、お願いします。あ、そうそう。あとな、最近もな、学校近くに、不審者の目撃情報とか出たから、これほんまにみんな気をつけてな、ね、気をつけてな。あ、うん、自己防衛しっかりして。うん。そうですね。あ、そう。あ、あと、ピエロ。そう。 風船持ったピエロにも気をつけて。そう。そいつな、あの、みんなが最も恐れとるものを見せてくるから、あのピエロは。うん。そういう場合はな、気を強く持って、で、もしピエロに出会ってしまった場合ね、これ信頼できる友達を複数人連れて、主悪の根源を倒しに行ってください。うん。言っとる意味わかるあの、ピエロほんまに定期的に出てくるから、うん。もう、これ主悪の根源を立たないとダメなんよな。 それはもう、そのピエロを見た君らにしかできんことやから。うん。だからもう、ま、もし万が一、もう見んのが一番やけどな。目撃せへんのが一番なんやけど、もしピエロに目をつけられてしまった場合、もうなんかその、自分の中で頼れるっていう子らをな、複数人連れて、みんなでも一致団結して、うん。そのピエロ、倒しに行ってください。みんなならできるから、絶対に。みんななら必ずやれるから、先生信じとるから。はい、お願いします。 せな、まあざっくりやけど、まあ大事なところはだいたいこんなもんかな。うん。まあまあ他にもいろいろ書い取るから、まああとはおのおの家でゆっくり読んでみてください。はい。あ、あとそうや、そうや、そうそうそう,そう。忘れるとこやった。これな、うん。これ。航空内にな、こういう置物がいくつかあると思うんやけど、まあ航空外にもちょっとあるかな。うん。航空外にもまあ何個かあるんやけど、これな、見つけても絶対に壊さないでください。うん。 な、なんやこれ、みたいな。うん。なんやこれ、デッドバイデイライトかいな、みたいな思って壊したりするの絶対やめて。うん。これ壊さずに見つけても無視してください。そう。あとな、みんなの家にも、あのー、何個か置いてあると思うけど、この置物。これもう、絶対に壊さんといて。うん。よろしくお願いします。はい。まあ、ということでね、先生からの話は以上です。はい。 じゃあね、皆さん、あのー、今日でね、あの、学校最後ですけど、一旦、はい、良いお年をということで、まあ、また来年ね、皆さん笑顔でこの教室で会える日を楽しみにしてます、先生。